共感の政治で課題克服を。参議院は3月6日の本会議で各党代表質問を行い、公明党から山口那津男代表が質問に立ちました。山口代表は TPP 環太平洋連携協定の交渉参加問題について、我が国の根幹に関わる社会保障、食の安全安心には安易な妥協は許されません。我が国が誇る国民皆保険制度や食品の安全基準が交渉の結果不当に損なわれるのではないかという不安の声に応える責任がありますとして、特に国民の合意を作るために積極的な情報提供を求めました。これに対し安倍首相は、国民皆保険制度は日本の医療制度の根幹であり、この制度を揺るがすことは絶対にありませんと強調、食の安全は適切に対応する考えを示しました。さらに国民には状況の進展に応じて情報を提供していくと答えました。また山口代表は女性政策について、今後 HPV 検査の普及促進のための子宮頸がん予防推進法の制定や女性特有のがん対策を含めたがん対策推進基本計画の着実な推進を図るべきですと、女性の命を守る施策の推進のほか、女性の就職支援や仕事と育児の両立支援を促す施策の充実などを提案しました。国民の期待を信頼に。3月5日衆議院本会議で代表質問に立った公明党の井上義久幹事長は、今を懸命に生きる被災された方々に寄り添い、平穏な生活を取り戻す復興、福島の再生に総力を挙げる。公明党はこれまで以上に復興、福島の再生に力を尽くすことをお誓い申し上げますと、福島復興への決意を述べた上で、2013年度予算案について、その効果を持続させ経済を本格的な成長軌道に乗せていくためには、予算を執行する中で国民の期待を現実にいち早く形にしていくことが必要ですと、早期成立の必要性を訴えました。中小企業の金融支援を万全に。公明党の石井啓一政務調査会長は3月7日首相官邸で菅義偉官房長官に、今月末に中小企業金融円滑化法が期限切れになった後も中小企業小規模事業者への金融支援に万全の配慮を行うよう求める申し入れを行いました。菅官房長官は申し入れの趣旨を踏まえて対応すると応じました。生活困窮連鎖断ち切れ。3月7日衆議院予算委員会で質問に立った斉藤鉄夫幹事長代行は、消費税率の 10% 引き上げ時に導入することを目指すとした軽減税率に関する3党合意に触れ、今後の消費税 8% から 10% に上がっていく、そういう中で社会保障財源として消費税支えていかなくてはならない、この国民の理解を得る上で軽減税率というのは非常に重要な大きな働きをするなということを感じておりますと強調しました。また生活保護制度の見直しについて、生活困窮者、生活保護に陥る手前の人を支援する施策の構築を訴えました。補正予算の執行状況点検を。政府と自民公明の与党両党は3月4日首相官邸で連絡会議を開き、2012年度補正予算の早期執行や北海道を中心とした北日本の暴風雪被害に対して万全を期すことを確認しました。補正予算について公明党の山口那津男代表は、早期執行に当たるとともに執行状況をよく点検していただきたい、公共事業は効果もよく検証し国民に伝えるべきだと強調。
2013年度予算案に関しては幅広い合意形成に努め、早期成立を目指して政府与党で協力し合っていきたいと表明しました。復興加速へ具体策提言。自民公明の与党両党は3月6日首相官邸で安倍晋三首相に会い、東日本大震災からの復興加速化のための緊急提言を申し入れました。提言は、震災3年目の冬を希望を持って迎えるためにを副題とし、住宅整備やまちづくりに関する事業の具体的な工程を早期に明示することを要請。東京電力福島第一原発事故の復興に向けた除染や中間貯蔵施設、廃炉などの取り組みについて総合的なプログラムを示して推進することなどを盛り込みました。